ラチャブレイクスーザーゲラスって今回なんですけど、勉強仕事はかどる環境の整え方ということで、簡単に3点をですね、ポイントをまとめましたので、ぜひご覧いただければと思います。これによってですね、家とか仕事場での作業効率を爆上げしていただければと思います。1点目はですね、自然光を部屋に取り入れるということです。これ国立再生可能エネルギー研究所の調査によるとですね、自然光には集中力を高める効果があるらしいです。これ理由としてはですね、日光を浴びることによって、セロトニンって言われるですね、自律神経を整えて気持ちをポジティブにするホルモンが分泌されるんですね。で、そのセロトニンのおかげで、ストレスが軽減されて記録や気分が向上して、集中力が高まるらしいです。またノースウェスタン大学の研究によるとですね、日当たりのいい環境で働くビジネスパーソンは、そうじゃない人に比べて睡眠の質が高いってことが分かったんですね。これ理由としては、自然光は体内時計を整える作用がありますし、さらにセロトニンによるメラトニンという睡眠を促進するホルモンに変わるので、睡眠の質が高まるんですね。で、良質な睡眠は翌朝のパフォーマンス向上につながるので、好循環が生まれるわけですね。またですね、手元が明るいと作業効率がアップするっていう研究結果もあるんで、最悪デスクライトでもいいです。手元を明るみにして周りをちょっと暗めにすることによって、手元だけに意識を向けることができるので、それによって集中力が高まるらしいです。はい、で、2点目はですね、自然を取り入れるということです。仕事場に植物を置くことで、生産性と幸福度が上がるってことが分かってるんですね。これ環境心理学を扱う学会誌、ジャーナルオブエンバイロメントサイコロジーによると、集中力を要する作業をする際、植物を置いてある部屋の方が、置いてない部屋に比べて、疲れを感じづらいという結果を得られたんですね。つまり、視界に緑が入るように工夫しようってことですね。まあ、これ、例えばですね、窓際に木々が見えるだけでもいいんですよ。だから自然光を取り入れるために窓際にデスクを移動して、それでさらに自然が見えるなら最高なんですね。まあ、ただ、外に自然がないですよって場合は、デスクに小さい観葉植物を置くだけでも大丈夫です。僕はゴールデンポットスっていう観葉植物を所有しておりまして、これ Amazon で2、3000円で買えますし、夏でも週に1回水やるだけでいいんで、すっごい手入れも楽なんですよね。で、こいつはね、一人暮らしの孤独も癒してくれますし、こいつが唯一のね、僕の話し相手になってくれるんですね。こいつがいなかったら僕は孤独死して人生終了ですよ。はい、ということで最後はですね、室温を25度にせよってことですね。これ、コーネル大学の研究によってですね、寒さが生産性を下げることが分かったんですね。これ、被験者に室温20度のところと25度のところでタイピングしてもらったんですけど、そうしたところ、25度で作業したグループの方が、タイプ密度が 44% 減って、生産性が150度向上したんですね。つまりですね、夏は冷房をガンガンしてキンキンにさせすぎず、冬は暖房をガンガンにさせて暑くさせすぎずってことは大事なんですね。で、これ、あくまで体感温度25度にするのがいいってことなんで、キッチン25度にする必要ありません。例えば僕は、こういう撮影の時以外は、基本的には家ではエアリズム1枚だけ着て生活してるんですね。そうすると冷房25度にするとちょっと肌寒いんで、だいたい27度ぐらいに設定して心地いいかなと感じるので、設定温度25度前後で自分が心地いいかなと思う空調に設定してみてください。はい、ということで、まだまだ気をつけることあると思うんですけど、とりあえず以上3点に気をつけてね、部屋の環境を整えてみてはいかがでしょうか。はい、というわけで、ご視聴ありがとうございました。